ただいま、とワンコです。今回は PS3 のゲーム配信をするぞいということで、アバーメディアの GC550 をレビューしたいと、言いたいところですが、その前に今回はスプリッターのレビューをしてみたいと思います。著作権ガチガチの PS3、そこで必要になるのがこのスプリッター。このスプリッターとは一体どんなものなのでしょうか？レビューしてみました。ゲーム実況時にパソコンのモニターとテレビ画面の2画面にして分けた方が見やすかったりします。またビジネスなどで自分のパソコンの画面を大型プロジェクターなどで映してのプレゼンなど、そんな同じ画面を同時に表示する機器、HDMI スプリッターをご紹介します。ほとんどの方が2画面なんてゲーム配信かビジネス用でしか使用しないかと思います。ワンコもゲーム配信をやろうと思い立ち、 PS3 の著作権保護の壁を突破すべく今回スプリッターを購入しました。スプリッターとは分配器の意味で、映像や音声信号を複数の出力機器へ分配する機器のことを言います。ブルーレイプレイヤーや PC、ゲームなどの HDMI 入力対応機器に接続すれば、複数の液晶テレビや PC 用液晶モニターに同じ映像を映せます。スプリッターには種類があり、 HDMI 用のほか、イヤホン用のスプリッターや USB タイプのスプリッター、また電話用のスプリッターなどがあります。今回は HDMI 用のスプリッターです。また入力出力ともにいろいろあり、こと HDMI 用だと1入力2出力のほか、1入力4出力や4入力2出力など様々な入出力があります。今回は1入力2出力のスプリッターです。噛まずに言えた。ちなみに間違えて購入してしまいそうなのがこの切り替え機。これはセレクターと呼ばれ、文字通りセレクト、選ぶもので、ゲーム機やブルーレイなど複数の機器から一つを選んでテレビなどのモニターに表示させるものです。非常にスプリッターと似たような機器なので、間違えて購入しないようにしてください。ワンコの動画でもセレクターを紹介しているので、そちらの動画もぜひご参照してください。 NSR ゲーミング。さて、開封作業ですが、このようなこじんまりした箱の中に本体と USB ケーブルが入っていました。また本体の下には説明書が入っています。付属品はケーブルと説明書だけです。触ったところは金属による重厚感があり、しっかりとした作りになっています。 4K2K と書かれている部分はシールで、少しおもちゃっぽさが残りますが、ジッポーのライターを感じさせるような作りになっています。上部には HDMI の入力端子と 5V 電源、 LED ランプがあります。また下部には2つの HDMI 出力端子があり、接続されていると LED が光る仕組みとなっているので、接続しているのかいないのかが分かるので便利です。スペックですが、表示されている通りです。なお、電源はセルフパワーなので、スマホなどで使用している充電器を利用するか、電源供給されている USB に挿してからご使用ください。 NSR ゲーミング。では実際にスプリッターとモニターを接続してみたいと思います。
まずはゲーム機にスプリッターをかませてテレビとモニターが映るかをテストしてみたいと思います。接続は画面の図の通りにつなげました。テストも兼ねているので一般的な接続方法です。すべてを接続したところきちんと2画面同時で映っていました。ワンコは激しいゲームとかはしないので詳細な遅延があるのかは分かりません。しかし編集時に見た目1フレームほどの遅延がありそうな気がしました。モニターの関係なんでしょうかね。また画質も特に劣化を感じることはありませんでした。ただ 4K 対応のテレビではないので何とも言えません。このスプリッターは 4K の場合フレームレートが30に限定されてしまうのでフレームレートが重要なゲームだと 1080p の60フレームに落ちてしまいます。この辺は残念なところです。音量もテレビ、PC モニターともに同時に聞こえてきました。また説明文には Xbox One や PS4 などで接続する場合 HDMI ケーブルはハイスピードケーブルが望ましいとのことです。また1時間経過した後本機を触ったところ人肌ほどの厚さでした。すごく厚くなる感じはなかったです。次にゲーム機 PS3 にビデオキャプチャーをかませてテレビとモニターに映してみたいと思います。結論から先に言うとアウトです。プロテクションがかかってしまいました。プレイステーション3は著作権保護機能がガッチガチなのでこの GC550 というビデオキャプチャーと接続する場合必ずスプリッターをかまさないと映らないのですがこのスプリッターはダメでした。非常に残念な結果となってしまいました。 NSR ゲーミング。スプリッターと呼ばれる分配機、何を基準に購入したら良いのでしょうか。購入する際にいくつかポイントがあるようです。安いものだと1入力2出力や1入力4出力といったものがメインです。家庭用なら申し分ないのではないでしょうか。業務用などはさらに端子が増え4入力2出力やら3入力2出力2出力などさまざまなものがあり端子などが増えるに従って割と高価になっていきます。早口言葉かい。せっかく 4K で映像を映せてもスプリッターが対応していないと 4K 以下の解像度になってしまいます。同じように HDR 対応ではないと明るさの幅も低くなってしまいます。なのでお金があり将来を見据えるなら 4K 対応や HDR 対応を選んだ方が無難かと思います。この他にもカスケード接続といってスプリッター同士をつなぎ合わせることで出力モニター数を増やすことができる方法です。業務用、ビジネス用で購入を考えている方はこのカスケード接続も考慮に入れて選ぶのも良いかと思います。電源タイプは2種類あります。パソコンやテレビ側の HDMI ポートから電源供給を受けることで接続機器が動作するのをバスパワータイプと言います。また AC アダプターから電源供給することをセルフパワータイプと言います。この2種類があります。バスパワータイプはコンセントがいらない反面接続する機器によっては電源が安定せず映らないなんていうこともあるのでワンコ的にはセルフパワータイプをおすすめします。余談ですがスプリッターは画面を同時に2つのモニターに映すことができますが2画面をカーソルがまたいで作業することはできません。ただし拡張画面機能はスプリッターなどの外部機器ではなくお使いのパソコンやグラフィックボードに依存するのでもしモニターが2台あるなら設定で同機器が簡単に使用できます。ちなみにコマンド P で表示されます。押
してみて、押してみて。先にも紹介しましたが、よく勘違いされるのがスプリッターとセレクターです。分配器は例えばゲーム機からの映像をテレビや PC モニターの両方2画面同時に映し出すものです。片や切り替え機はゲームやブルーレイなどを切り替えてモニターに映したりするものです。なのでセレクターを購入したつもりでも同じ画面が2つ出力されていると間違ってスプリッターを購入している場合があるので、よくよく確かめて購入してください。NSR ゲーミング。このスプリッターはケーブル接続時に LED が光り、きちんと接続して充電していることが分かるのは便利でした。また 4K もサポートしており、かつ長時間でも機体がさほど熱くならない点もグッドでした。ネットでは様々なスプリッターが多種多様あります。著作権保護を回避したり、仕事用やライブ配信用に使用したりと様々です。ワンコの思惑には期待外れでしたが、安価で手軽に2画面同時配信できるこの HDMI スプリッター、今後の使い勝手が良さそうな一品です。